すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、辛いラーメンをすすりたいということでこちら来ちゃいました。トン、日比谷線築地駅から徒歩5分くらいのところにあります辛麺屋円さんにお邪魔してます。築地にまさか辛いラーメン屋があったとは。そして画像を見たんですけど、かなり赤かったんで相当辛いんじゃないかってことで、25辛まで選べるらしいんですけど、すするは何辛を選ぶんでしょうか。レッツゴー。さあ、辛麺屋円さん、築地らしい注文制です。辛麺にご飯系をセットできるお得なランチから辛麺とネギ飯をチョイス。ニンニクの有無ならあり、辛さは男気の10辛だ。辛いラーメンにはお茶がいいよねってことで待っていると。じゃあな、こちらが辛麺屋円さんの辛麺10辛ネギ飯セットです。ギエー、こりゃあっかい、つまり辛さ。溶き卵の感じがまさに辛麺。辛いラーメンとネギ飯との辛みにもご期待くださいってことで、いただきます。さあ、まずは匂いから辛いスープをいただいてみると、カプサイシン。唐辛子の辛さ、そして後からスープ本来の野菜などの旨味がしっかり感じられるノットオンリー辛いバッとうまいスープ。ガンガン進む絶妙な辛さで、こりゃすすったらどうなのってことで、早速麺いっちゃいましょう。こちらはこんにゃく麺になっています。こんにゃく麺ってこんにゃくで作ってるわけじゃないらしいねなんてググったところで、スースルー、あばっしゃい、こりゃ辛うわ。辛さ、ニンニク、ニラ、ひき肉の連打パンチにこの独特プルッと食感の麺が、なるほどベストマッチ。宮崎の辛麺屋さんでおすすめされたのも納得です。うわ、マジかよ、25辛い、やべえ。いただきます。あ、もう細麺なんだ。めっちゃ目にくるわ、ほんとに。これ大丈夫かな。読み込み中です。さあさあ、東京に戻ってきました。卵をたっぷり絡めてすすって、辛さに汗もかえてきたところで、こりゃ痩せるな、欅坂にも入れるかもなと現実逃避をしたところで、ネギ飯行きましょう。なるほど、ネギと飯ですね。食らってみると、唐辛子系な辛いスープに絶対合う味ということで、スープオンザライスをしたら早速パクリ。辛松兄さん、辛いけれどただ辛いだけじゃなく、ベースの出汁がしっかり効いているスープだからこそのネギ飯とのカップリング、これがベストカップル。ヒューヒュー、熱いね。もうあとは喉越し最高こんにゃく麺をすするだけ、相性最高ネギ飯を食らうだけ、癖になる辛さのスープを飲むだけ、汗を拭うだけで、本日も完食です。大変美味しくすれました。旨味たっぷり程よく辛いスープと独特な麺でどんどん箸が進んでしまういっぱいでした。それではコスレー。はい、ごちそうさまでした。いやー、円さんに行ってきたんですけれども、いや、めっちゃうまかったっす。宮崎ですすった辛麺屋増本さんに近いかなと思いました。ニンニクやニラ、そして卵など具材がたっぷり入ったコクのあるスープがとっても美味しかったですね。僕は今日10辛行ってみましたけど、10辛で結構ちょうどいいぐらいですね。25とかは相当上級者向けだと思います。あと、もうネギご飯との相性がかなり良かったですね。欠かせないです、ご飯が欠かせない。うん、まあお昼は結構早じまいすることも多いみたいなので、時間には気をつけて訪問してみてください。それではするの公式キャッチフレーズ、辛麺屋円さん、ある意味スポーツや。はい。ミノモンタに会った時に出る栄養素はなんだ。